絶対についていってはいけません。お約束できるかな。はい、幼稚園児たちが真剣に耳を傾けるここは電車の車内です。この防犯教室は大阪府警貝塚署が全国地域安全運動の一環として行ったもので、園児たちは電車で不審者に遭遇した時の対策や車内マナーなどを警察官から学びました。知らない人に声をかけられてもついていかないで、近くにおる大人に声をかけてもらったり、警察に通報していただきたいと思います。全国地域安全運動は女性や子どもの犯罪被害や特殊詐欺被害の防止などを重点項目に今月20日まで行われます。